けながら門馬秀隆を落ち着いている。始まりましたウェルター級ワンマッチ。画面右、桜井マッハ隼人、対するは画面手前、門馬秀隆34歳。第1ラウンド10分間、殴って殴って殴りつぶそう桜井マッハ隼人、対するは下から一瞬の隙、得意の三角締めなるか。門馬秀隆画面左、小さく中に入っていこうという門馬秀隆、右のロー、強烈桜井マッハ隼人。マッハ選手これ強いですからね。はい、下から崩していこうという桜井マッハ隼人、立ち上がりの右のロー一発決まりました。もう一発右のロー、余裕の表情、野生のカリスマ。そうですね、これでマッハ選手があの足の相手の足に攻撃を加えて、はい、門馬選手のガードを下げさせようとしてるんですね。なるほど、意識を下に持っていく。門馬左のローを返した。門馬選手負けてないですよ。ローの出し合いから第1ラウンド、相手の顔目線じーっと見つめ合って、よくくり飛び込み、中前に出る、左のフック入った、合わせましたね。そして飛び込んで右、門馬も黙っていません。いや、緊張感ありますね。はい、さあ足技を使っていく、回転した門馬、大技小技、左から長い手足を生かしていこうという門馬秀隆182センチ、対する桜井マッハ隼人は171センチ、その差身長差11センチ。左のミドルを放った、そして拳、右の膝、一気にいく、青コーナーに追い込んでいく、桜井マッハの右膝、ペカン倒した、上からパウンドにいくのか、それともただこの後門馬選手が引き込んだのか。そうなんですね、この後門馬選手は足を使って三角締めであったりとか、はい、下から攻めるの得意ですからね。実はこれが門馬の真骨頂、ここからいかに自分の両足で相手の首回り三角締めに持っていこうという、下が門馬、上が桜井マッハ、パウンドを受けても耐えて耐えてその一瞬の隙を狙おうという。だから上マッハ、普通の選手だったらこの下になった状態で、多少焦ったりとかするんですけど、はい、門馬選手はすごく落ち着いてますよね。ご覧の表情です、門馬秀隆、ここが得意なポジションですもんね。はい、そうね、下から長い足が飛んできてすぐに立ち上がりました。もう一回リセットですよね、仕切り直しですよね。マッハ選手首相撲強いですね。マッハ選手リーチあるから結構ジャブをもっと打ってた方がいいんじゃないですか。なるほど、長いけど、ミドルを引いたか、これは引き込んでいるのが門馬秀隆、立ってこい立ってこいは桜井マッハ隼人。今あの門馬選手がジャブを出したところに合わせて、はい、ミロー、そうですよ、ミドローキック、はい、あれでバランスが崩れたんですよね。なるほど、前に出てきたところをすかさず桜井マッハの右のローキック、お互い狙っています。マッハ選手の右のローキック強いですから、門馬選手は受けすぎるとだんだんこのローキックって後になって効いてきますからね。立ち上がりから着実に右のフック、確実に相手の膝を捉えている桜井マッハのローキック、左の拳が交錯する両者、フックの出し合い、グラウンドの展開に持っていくのが門馬秀隆、その前に拳で肩をつけるのか桜井マッハ隼人。門馬選手ジャブ絶対出した方が距離取れるんで、今一発左出ましたね、はい、そして振り込んでマッハ、マッハのローがすごく強いんで、はい、この、マッハにローを打たれる前になんとかジャブで距離を保っていこうという、マッハの右側のカゴも赤くなってますから、あーなるほど、はい、門馬選手のジャブがしっかり当たってる証拠なんですよね。右目の右ストレート、門馬秀樹、あーこの桜井マッハの目の周り若干赤みを帯びてきました。例えばこれでジャブが当たるので、左のボディこっちが交錯する、そうなんですね、ボディであったりとか、左のボディ、そしてパンチを返したマッハが一気に上からパウンド、パウンド、パウンド、マッハ危ないですよ、危ないですね、強者の投票を抱える桜井マッハのパウンド、右、左、左、左、上から振り下ろす、止めのなく襲いかかる桜井マッハが、これが俺の姿、野生のカリスマ、俺が土台を作り上げてきた、日本共同マッハさんすごいですね。ナイスナイスカウンターですよね。すごいですね。一気に蹴りをつけにいった、これぞ名前のごとくマッハの攻撃、桜井マッハ隼人です。すごい安定感ありますね。感覚で動いてるんですよね、感覚で。一発の攻撃から一気にその形勢が傾いたと思われると、
その隙を逃しません。左のフック、グラついたモンマ、上から一瞬一瞬追いかける。これがマッハの攻撃、マッハなるゆえん。左ボディを打っていったモンマに対してカウンターの桜井マッハ。1ラウンド4分12秒レフェリーストップという形になりました。振り下ろす左右の拳、前腕でしたね、当たったのが。すごい、この勝負、野生のカリスマ桜井マッハ隼人、1ラウンド4分12秒レフェリーストップです。